三重県で真珠の出来栄えを競いました今日、島市で開かれた真珠の品評会には三重県内13の地区から60点が出品され色や光沢のほか、薪と呼ばれる真珠の層の質などを評価しました今年は島市の山本太さんが3年連続で最高賞の三重県知事賞を受賞しました 今年は本当取れると思ってなかったんで本当嬉しいですよりいい真珠ができたらいいなとは思います島市の阿吾湾では数年前から真珠を作るアコヤ貝の大量死が問題となっていますが今年は影響が少なく全体的に品質のいい真珠ができているということです